皆さん野球楽しんでますか？アメージング監督のシュウです。今日はですね、グラブ紹介をします。見ての通り SSK さんの軟式グラブ、まあ、これはオールラウンド用ということなんですけれども、ワンピースウェブの内野用向けのグラブになります。オールラウンド用ブラック、レングスが 5L ということなんですけども、まあ、内野用でもっと小さな 4L とかそういうグラブも SSK さんにはあると思うので、まあ、内野用として中ぐらいのサイズ、まあ、オールラウンド用ということで、まあ、間違いはないのかなと思うんですけれども、やっぱりワンピースウェブでもありますし、内野っぽい内野向けのグラブかなと思います。で、9999円が値下げで5999円、まあ、6000円になってました。まあ、このスペシャルメイクアップっていうシリーズなのかちょっとよくわからないんですけれども、このシリーズがまた今年お店とかに行くと新しく出てて、ウェブも結構違うのが出てたりしたので、まあ、そのシリーズでたまたまこれに関しては売れ残ってて値下げしてたのかなと、そういうような感じで思います。まあ、縦にも長くなく、オールラウンド用といっても、まあ、内野手用っぽいグラブで、なんといっても特徴はこのワンピースウェブですね。まあ、これは順閉じで深めのポケットが作れるようになってるんですけど、深く取ってもこのワンピースウェブ1枚側なので、あんまり奥にクシャッと、衝撃吸収ではあるんですけど、奥にボールを取って奥にクッションという感じではなくて、この1枚の皮がボールが取った勢いをそのまま跳ね返してくれるというか、添え手の方にボールを移してくれる、握り替えとか球離れがいいウェブになるのかなと思います。ただウェブ下はこのように紐でつながれている部分なので、このあたりに柔らかく使ってポケットを深くすること自体はできるかなと思います。まあ、革の重さというか、まあ、軽いウェブではあるかなと思うんですけども、革自体の面積は大きいので、衝撃吸収というかウェブの先で引っ掛けて取るときとかにも耐久性は結構あるのかなと、衝撃吸収は結構あるのかなと思います。これに関しては指股あります。なので自分の小指2本掛けの方だとちょっとポケットが広すぎるような感じはあるんですけれども、まあそれでもこのワンピースウェブがあるので結構右手に持ち替えはしやすい、まあ、あとグラブトスとかもそういう動きもしやすい、取った感覚が分かりやすいようなウェブなのかなと自分はそういうふうに思います。まあ、実際はめてみると、まあ、小指2本掛けしてるんでこんな感じなんですけれども、まあ、小さめのグラブなんですけれども、小指2本掛けして手をあんまり入れずに深くも浅くも握り替えもできる、さらにワンピースウェブなので持ち替えもしやすい、球離れもいいということで、こういうようなグラブ、内野用のメジャーリーガーっぽいような使い方をちょっと目指してやってるところです。今日はですね、 SSK さんのワンピースウェブのグラブの紹介でした。まあ、これに関しては革自体が結構柔らかくて、あんまりオイル、普段固形オイルを入れるんですけれども、あんまりそういうオイルの馴染みというか浸透性があんまりなくて、革自体に結構オイル加工が最初からしてあるグラブかなと思います。まあ、店で置いてある期間も長かったと思うので、結構柔らかさ、革自体には柔らかさは結構あるんですけれども、これから内野でショートで使っていきたいなと思います。